ジャンバティスト・ボルミエ・スペイン出身のバイオリニスト、作曲家、コンサートマスター。ボルミエは1677年か1678年に生まれた。ボルミエはその名前からおそらくフランドル出身の家系に生まれたと思われ、その経歴からは彼がスペインで生まれたことが読み取れる。若い頃、彼はパリ、おそらくフランスの宮廷で音楽を学び、 当時の最新流行であったフランス流の演奏技術と作曲技法を身につけた、その後ベルリンに移り、1692年にブランデンブルク選定校フリードリヒ3世に仕え、ほどなく宮廷楽団の演奏楽長メートルド・コンセール、メートルデ・コンセールとなり、その後宮廷作曲家となって定期的にバレエとダンスの劇作品を作曲する責務を担った。 プロイセンの騎士学校では、バレエ教師を務め、その生徒の中には後に、JS バッハの雇用主となるドイツの地方貴族、アンハルト系天皇レオポルトがいた。1695年に、ザクセン公の王女ソフィエレオノーレのために書かれた、フロランズ・フーリンス・フィストは、ボリューミエの作品と考えられている。1706年に、皇太子フリードリヒビルヘルムの婚礼の式典のために、 アリアとダンスミュージックを作曲した。当時の彼の曲は7年戦争の際に破壊され、いずれも残っていない。1708年に、ザクセン選定校、フリードリッヒアウグスト一世に引き抜かれて、ドレスデンの宮廷楽団に所属する。1709年に演奏学長2200ターラーの宝宮で就任し、以後修正その地位にあった。 この間フランスの気楽音楽をドレスデンに普及させ、ドレスデンのオーケストラを飛躍的に発展させた。ありがとうございます。